か、マジで、マジで緊張してって、ご飯が入らなくて、でもなんか入れとかないとなと思って、バームクーヘンを食べたんだよね。始まる1時間半前とか、ちっちゃい一口サイズくらいのバームクーヘンを食べて、あ、そう、ルナちゃん、一緒の食べた。始まる、もう1時間さか30分前くらい。マジで胃が痛み始めて。私結構胃が痛くなるタイプの人間なんですけど、どうしようってなって急いで胃薬を常備してるから、胃薬がないと不安になっちゃうくらい胃薬もう毎日どこ行くにしても持ってるんだけど、ちょっとしか食べれなかったのに終わった瞬間めっちゃお腹減って、やっぱバームクーヘンだけじゃ足りないじゃん。めっちゃお腹減って、スタッフさんが置いてくれてる食べ物とかあったんだけど、なんて言うんだあれ、ケータリングって言うのかな、3種類ぐらいパン置いてあって、終わった瞬間部屋出て、あ、パンもらいますって言ってパンお皿ごと持ってった楽屋に。お皿ごと持ってった、パンこれお皿ごともらっていいですかって言って、いいですよって皿ごとそのまま持ってった。クロワッサン食べた。クロワッサン2種類くらいあった。緊張でバカになってた胃が。いや、配信見てたよ。私真ん中だったんだけど、ルナちゃん、エマ、ウルハ先輩の順番。私はまあ真ん中、真ん中だったんだけど、ルナちゃんの見て待ってた。もうすぐルナちゃんが始まってしまったみたいな。そこも緊張した。ああ、ルナちゃん始まったーってなって見てた。マジで緊張したし、今思い出してもちょっと緊張してくるし、まあ発表もあったけど、金曜日にまた 3D のまた配信があるので、ぜひそちらも見てください。ルナちゃんあったよ。なんならルナちゃんの配信をもうその目の前で見てて、あー、ルナちゃん頑張れーって、頑張れって、始まる前に頑張る頑張るって言ってた。頑張る、緊張するって言って、ルナちゃん終わった後に私が入るじゃん、交代で入る時にルナちゃん頑張ってってハイタッチして入った。ちょっとエモい。ありがとう、頑張るって言って入ってパーンって。それで頑張れたわ。いやでも本当に緊張した。それ以降はあまり記憶にございません。はい。